僕のヒズコールチャーチへの感謝は、本当にいつもみんなが僕のことを励ましてくれることです。僕はチャーチに来て1年半ぐらい経ちましたけども、その中で僕が学校で失敗した時、バイトでやらかした時、それをチャーチのみんなに話したらいつも励ましてくれます。この励まし助け合うチャーチに、この将来に期待しかありません。私のヒズコールチャーチへの感謝は、神様と一緒に生きていくことを教えてくれた男です。僕のヒズコールチャーチへの感謝は、本当にこのヒズコールチャーチという本当に環境を与えてくれたこと、そしてこのヒズコールチャーチの家族として本当に迎え入れてくれたことに本当に感謝しています。本当にありがとうございます。僕のヒズコールチャーチへの感謝は、今年の3月にサリと結婚したことです。で、そのことを通して神様がこの教会を教えてくださって、共に、このヒズコールの教会の仲間と共に、神様を礼拝し、神様を賛美し、神様と共に歩む人生を送れることがとても僕にとっての幸せです。はい、あなたにとってヒズコールチャーチはどういう場所ですか？僕にとってのヒズコールチャーチは家以上に家です。僕のこのヒズコールチャーチっていう家は、新しい家族がどんどん増えてめちゃめちゃ面白いです。これからの人生もこのヒズコールチャーチと共に、新しい家族と共に成長していることがめっちゃ楽しみです。神様の愛を受け取れる場所で癒される場所です。まだまだ日が浅いんですけど、皆様がいつも神の愛を受けているように僕も受けてます。最高の場所です。ヒズコールチャーチとかけてひもとけと解く、その心は家族が増える。私にとってヒズコールチャーチは、家族みんなで喜んで楽しんでこれる居心地のいいスペースです。僕にとってヒズコールチャーチは、新しい楽しみと、新しいことにチャレンジできる場所を見つけてくれたところです。 The thing that I'm thankful to His Call Church for is being my family, for welcoming me, for always being there for me, and for teaching me so much about the love of God. I'll always be grateful for that. Thank you. 僕にとってヒズコールチャーチは家族です。本当にいつでも僕を迎え入れてくれる、帰るべき場所であり家族です。本当に何があっても、僕を迎えてくれてありがとうございます。僕が帰れる場所を与えてくれてありがとうございます。本当にいつも感謝してます。ヒズコールへの感謝は本当に、言い切れないんですけど、本当に僕を本当の意味で、神様と出会わせてくれた場所です。本当に感謝してます。僕にとってヒズコールチャーチとは、神様によって新しくされた自分や家族、思いや心、ビジョンに出会う場所。はい、僕にとってコールチャーチは神様と出会わせてくれた場所、そして最高の家族が集まる場所、そして人々の人生が変わる場所です。本当に最高の場所です。僕にとってヒズコールチャーチは家です。いつでも帰る場所で、みんなの愛があるからここに戻ってくることができます。なので僕はいつでもこのチャーチに戻ってきたい、この家が大好きです。私にとってヒズコールチャーチとは、本当夢が神様によって実現されていく場所です。期待であふれて喜びいっぱいの場所です。